皆様こんにちは、あずみです。 DIY チャンネルとして木材やレザー、プラスチックなどいろいろ使ってきたのですが、木材などの最終仕上げは塗装でした。塗装でも技術さえあれば何でもできるんですが、実際挑戦するとなると細かな塗装などはやはり経験がものを言うんですよね。過去にキーホルダーをレザーで作ってプレゼントした時も、名前を入れたりロゴを入れたりしたかったんですが、今の私ではその技術がまだまだ足りてません。今回はそんな木工 DIY やレザークラフトの幅を広げてくれるこちら、 K3 1500mW ミニ USB レザー彫刻機プリンターをバングッドさんの提供で紹介していきたいと思います。それでは開封していきます。安住工場委員会。レーザープリンターというと高価なイメージを持たれると思いますが、この商品日本円で1万円以下。バングッドさんは中国の販売サイトで、世界の工場と言われる中国なだけあって、めちゃめちゃ面白い商品が日本では考えられない価格で販売しています。ただ中国のネット販売と聞くと、クレジットカードとか大丈夫なんて心配される方もいらっしゃると思いますが、バングッドさんでは代引きやウェブマネーでのお買い物も可能なので、そのあたり心配ご無用です。ただ日本のネットショップと比べて商品の到着までに多少時間がかかるので、今すぐ欲しいという方は日本のネットショップ、時間はかかってもいいから安くという方はバングッドさんと使い分けると楽しくお買い物ができるかなと思います。パソコンは多分格安パソコンやノート PC でも十分だと思います。特に負担がかかるような作業はありません。パソコンに USB 内のフォルダを解凍して、多分スカルブでいいんだと思うんですけれども、スカルブ -jp.exe を実行するだけです。JPEG 形式のイラストや文字であれば何でもプリント可能です。ソフトを起動して焼きたい画像を選ぶ。濃度を調節してレーザー彫刻機の操作画面へ移動します。それでは機械の設定をしていきます。まず機械は動いても同じ位置に来るように位置決めをしておきました。レザーに彫刻するんですけれども、まっすぐな線が分かるようにこのようにマスキングテープをしてあります。機械をまた同じ位置に合わせてレザーを真ん中に置く。この後パソコンで操作を行います。レーザーとパーツの位置を調節して、出力調整をして開始です。はい、それでは位置が決まったので今から彫刻をしていこうと思います。これ前に練習でやったんですけれども、下が一番濃いの 100% で 20% ずつ薄くしていっています。 60%、40% なんですけれども、この中間の 45% で今回は彫刻していきます。安住工場委員会。出力が高いと濃くはっきりとする代わりに、めちゃめちゃ時間がかかるのと細かい線は消えてしまいます。出力が弱いと薄くなる代わりに早く操作ができます。何度か練習した結果、段ボールは出力 50% 前後で、出力 100% は完全に穴が開いてしまいます。レザークラフトなら出力 50% から 60% くらいで調節するといいと思います。木工なら 60% から 100%、ただ出力が大きいと小さな文字は潰れてしまいます。透明なアクリル板は全然ダメでした。金属も不可。でも黒のプラスチックは印刷できました。はい、このように 45% で彫刻するとこんな感じで仕上がります。
はい、今回レーザー彫刻機ご紹介させていただいたんですけれども、こちらの商品は日本の某ネットショッピングでも同じようなものが売られています。だいたい1万数千円、まあ、5000円するところもあったかな。はい、そんな感じで売られていたんですけれども、バングッドさんで購入すると9246円で購入することができます。もし興味のあるという方であれば、概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひぜひ覗いてみてください。で、バングッドさん DIY のものだけじゃなくて、他にもいろいろ商品取り揃えてますので、ネット見てもらうと、いろいろ楽しめるんじゃないかなと思います。基本的にね、かなり安くて、平均的に、10% から 20%、日本よりも安く購入できるんじゃないかなと思います。日本語にも対応しているので、中国語がわからないっていう方も全然大丈夫だと思います。ただね、翻訳機を使われているんだと思うんですけれども、ちょっとたまに日本語が面白かったりします。はい、ということで今回レーザー彫刻機ご紹介させていただいたんですけれども、実はこの動画作るのにかなり時間がかかっています。この商品が届いたのも、先週の金曜日の15日に届いているんですけれども、バングッドさんにもかなり頑張っていただいて、今度のクリスマスプレゼント企画応募総数約100名様いただいているんですけれども、バングッドさんからこれと全く同じものをまた2台用意していただきましたので、その応募していただいた方の中から抽選していこうかなと思っております。ぜひぜひ楽しみにしていてください。ご提供はバングッドさんでした。この動画を見ていいなって思っていただけた方、グッドボタンを、チャンネル登録まだお済みでない方はチャンネル登録をお願いいたします。それではまた見てください。ありがとうございました。